ここまでだ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。丁寧にな。モクトン。差し木の術 なんて数だ。どうすりゃいいんだよ。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。あいつが十尾。クソ、魔像の悪いチャクラは消えたはずなのに。俺にそんな感情も概念もねえよ。あれはな、世界を循環している自然エネルギーそのものだ。十尾復活までに奴らを捕らえるつもりだったんだが、意外にやるな。始める気だぜ。ナルト、カガシトガイってやつを渡せ。はっ。いいか、まずは距離を取ってあれの出方を見ろ。その出方に合わせて攻撃をかわし、できるだけ大きめの攻撃をかわす。行くぞ。じゃねえはずだ。今この時が最初で最後のチャンスだと思え。油断すんなよ。逆に聞きてえもんだぜ。やつを前に油断できる時をよ。もっともない意見だ。チェヘラッチョ。
場合でも十分な時間はそうなると思う。分かってる。さっさと決めんぜ、クラマ。ここで俺たちを止めようが、この世界でもがいても勝ちはない。この世界に希望が申し出る。所詮無力な誰でもいずれ俺のようになる。俺はおめえのようにはならねえ。俺がなりてえのは木陰だ。しぶとい奴。十尾の力は温存したから、やむを得ない。少し攻勢に出る。よせ、ナルト。この状況で影分身は意味がない。所詮は烏合の衆。これでもう烏合の衆じゃねえ。今ここにあるのは。
忍び連合軍の術だ。てめえらはこの術でぶっ倒す。この世界は終わらせる。本部より連合軍に通達。おのおの、ここが勝負の時だ。事前に伝えた作戦を遂行し、十尾を追い込め。行くってばよ、みんな。ドクン、第一動画。今こそお前の忍び連合軍の術だってばよ。これで終わりなどと勘違いしているわけではあるまいな。奴らに教えてやろう。絶望を。なんだ。あんな距離まで。ホビト。の方向はここか。連合の頭を狙うか、まるでお前が考えそうな策だな。で、今からでは逃げ切れない。どうする。やるべきことを最後までやるだけだ。家の一、戦場のみんなとつなげてくれ。みんな、聞いてくれ。これで連合の頭は潰した。まあ基本だな。で、次はどうする？続きだ。奴らに絶望を教える。丁寧にな。木遁！刺し木の術！なんて数だ！どうすりゃいいんだよ。
いや、俺はもう虹兄さん、ナルト、日向様はお前のためなら死ぬ。だからお前の命は一つじゃない。どうやら俺の命もその一つに入っていたようだ。なんで、なんでお前がこんなことで、どうして俺にそこまで。お前に天才だと言われたからだ。ネジ、ネジ兄さん。おい、ネジ、しっかりしろ。おい、ネジ。おい、嘘だろ。仲間は殺させないんじゃなかったのか。これからこれが続く。お前の軽い言葉も理念も全て偽りになる。ナルト、この現実に何がある。現実にいる必要がどこにある。いい加減こっちへ来い。ネジ兄さんが言った、ナルト君の命は一つじゃないって意味、わかる？仲間は絶対殺させない。その言葉も信念も偽りじゃない。それを胸にちゃんとやってのけたの。ネジ兄さんはナルト君だけじゃない。皆がそうやってその言葉、思いと同じものを胸に、お互いに命をつなぎ合ってる。だから仲間なの。その言葉と思いをみんなが諦め捨ててしまったら、ネジ兄さんがしたことも無駄になる。それこそ本当に仲間を殺すことになる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私もそれが人道だから。そうだったな、父ちゃんと母ちゃんだけじゃねえ。俺の命は一つじゃねえ。ひなた、ありがとう。お前が俺の横にいてくれたおかげだ。もういい。見ててくれ。行くぞ、ひなた。あれは九尾チャクラ。ほう、ナルトのガキめ、キュービチャクラを渡すことができるのか。今さらそのようなことをやったところで。影分身の術。仲間の死から何も学ばない。幼稚な忍びに過ぎない。
確かにネジは死んだけど、ネジは俺たちの中でつながり生きている。いいことを教えてやる。そのつながりが今の俺を作ったのだ。それは強い呪いであることを知っておけ。行くぞ。と違って俺は繋がってたもんを切りたかねえし、切られたくもねえんだよ。やはり貴様は幼稚だ。仲間の死の痛みを繋がりとのたまうなら、仲間を守る必要もないはず。そういうこと言ってんじゃねえんだよ、ヘリクツバカ。仲間とのことならどんだけ痛くても我慢するっつってんだ。それを捨てたくねえって言ってんだ。わがままかもしんねえけど、ここに仲間がいねえのが一番痛えんだよ、俺は。以上。で、それが何だというのだ。何？こうして俺たちを引きずり落としたことは褒めてやろう。よくやった。結局は何も変わらない。むしろ厄介なものになったかもしれんぞ。唯一つながっていた俺と十尾を切るからだ。抑えが効かんぞ。十尾を今度こそ消す。狙ってたようだな。それは俺も同じだ。だぞ、こっちを頼む。博士先生。さあ、これからだぞ、楽しいの。時来たる。忍びの世がため、仲間と共に戦う者。忍びの世がため、闇と共に走る者。先を見据えし両雄がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。が手加減なしと。
遅かったか。いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。湊、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よーし、始めるぞ、皆の者。ほかげ様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に。おう、みんな俺たちの知ってるあのほかげたちだってばよ。貴様まで復活したとはな、嬉しいぞ柱馬。お前はあと、まずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトもね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法史跡用心。さらに俺だけ加えての戦法明神門。遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がほかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がほかげになり里を変える。ほかげになった者が皆から認められるんじゃない、皆から認められた者がほかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ほかげになるのは俺だってばよ。そんなにほかげに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、サクラちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる。よっしゃ、第七班、ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。
くぞ。分裂体だったら you
サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ燃え尽きろ。